宗教がない場合に、じゃあお金が大事だよねっていうお金教にならざるを得ないんですよ。過半数の人が幸せになることが可能な価値観っていうのは、実は宗教しかないのではないかっていうのが、宗教ってなくならないのでしょうか。かつては必要だったし、今も発展途上国なのではまだ必要なんだろうと思うんですが、戦争や国同士での圧力の種になるくらいなら、現代の先進国でもう宗教から卒業したらいいのでは、もう終わりにしないと日本の平成校の私はすごく思います。りょうきさん、どう考えますか。僕も割と昔は宗教とか別になくてもいいんじゃねえと思っていたんですけど、最近結構考えが変わってきたんですよね。僕たまたまその先週に教育直後の話でアベプラでもやったんですけど、人として何を幸せと思って生きるかというのを、成功しなくても幸せになることが可能になるっていう価値観を宗教以外が提供してるのを見たことがないんですよ。中国とか日本とかっていうのが基本的に宗教のない国なんですけど、宗教のない国の日本でとか中国で、経済的に幸せではない人で、自分幸せだって胸張って言ってて、あ、幸せそうだねっていう人っています？割と宗教的な考えの強い国とかだと、神様の言われた通りにやっていて、で家族も幸せだから特に何の問題もないです、僕はこの人生楽しかったですっていうのを素で言っている人がいて、まあそうだよねって、宗教を信じている国の人はそう思うんですよ。でも日本ってお金のないやつが幸せですって言ってても周りの人は同意しないんですよね。なんかその負けず嫌いだね的なのとか、負け惜しみだよね的な感じで、お金がないと人は幸せになれないというのが多数派の価値観になってしまうんですよ。宗教がないという方がいいよね、でじゃあ何も信じないというのになれるんならいいんですけど、結果として人は生活をしなければならなくて、生活をするときにはお金が必要なので、宗教がない場合にじゃあお金が大事だよねっていうお金教にならざるを得ないんですよ。人は何が大事だっていうのを決めて生きなければ生きられない人が多いので、神様との関係性が大事だよねとか、神様との約束が大事だよねがなくなると、じゃあお金が大事だよねってなっちゃうんですよね。今のところ僕が観察している限り、日本とか中国とか宗教をあまり信じてない人たちが、じゃあ何を信じてるかっていうと、結局金になっちゃうんですよ。お金を信じるのと、金持ってるやつとか金稼いでるやつが偉いっていうので、どっちの方が幸せな人が多くなるか。お金教の人たちのお金持ってるっていうのは、他の人と比べてお金を持ってるかどうかなんですよ。なので別に、じゃあ年収400万でも日本人の平均年収なんだから幸せじゃんって言っても、やっぱり幸せを感じられなくて、で1000万の人がでもなんか年収1億円の人とか見て、やっぱ俺ってもうちょっと上まで来たよねとかになっちゃうんですよね。なので結局その、あ、お金持ってて幸せだって言える人って、多分本当に年収が多分3、4千万以上の人ぐらいしかなれないと思うんですよね。で、3、4千万以上の人もなんか10億円持ってる人には足りてないからムカつくみたいなことを思ったりしてみたいなのがあって、絶対的に幸せになる人数がお金教は少なすぎるんですよ。で、神様を信じてる人とかって神様信じてるだけだから、ぶっちゃけ全員幸せになろうと思ったらなれるんですよ。なんか俺信じてるし神様って思えば、あんた神様信じてよ、いい人生だったね、おめでとうって言ってお葬式ってなっても、まああの人は自分で神様信じるのが幸せだって言って死んだんだからそれでいいよねっていうので、周りの人もあの人幸せだよねってなるので、過半数の人が幸せになることが可能な価値観っていうのが、実は宗教しかないのではないかっていうのが今のところの僕の考えなんですよ。で、その宗教を捨ててしまった以上は、多分金持ちの 10% ぐらいの人しか幸せになれなくて、9割の人が不幸になる。まあそのイスラム教を悪く言うわけではないのですが、フランスとかで移民の3世の人たちがジハード的なテロをやったりとか、アメリカとかでテロをやったりとかって、やっぱりその信じるものというコミュニティがまずない、地元がないんですよね、移民の人たちって。で、あと割とゲイの人がテロやることがアメリカあるんですよ。で、そういう感じで、どちらかというと昔ながらのコミュニティというのから外れた人っていうのが、頼るものがなくてもう
破れかぶれになってしまえっていうので起きているテロというのがちょこちょこあるので、なのでその昔ながらのコミュニティというのが宗教を使わないで維持できているという場合であればそれはそれでいいんですけど、あまりそういう成功例が大きな国家ではないので、田舎とかに行くと別に普通にあるんですけど、なので都市部になってくると結局宗教を持たない国というのはなかなか脆弱になってしまい、でお金が余った結果なんか生物としての基本から離れてしまったところに行ってしまうっていう、なんだろうな、これ結構ね語弊があると思うんですけど、ゲイの人とか L とか G の人とかは売性とかは別に好きにすればいいと思うんですけど、性転換手術をするというのが普通であるという考え方というのが僕はなんかちょっと一線を越えてるのではないかなという気がしてるんですよね。性転換をするのが普通であるっていうのって整形をするのが普通であるになるし、足が短いんだったら足へし折って伸ばすのも普通である、自分は本来の自分はこうではないのだというのを手術をすることが正しいのであるってなると、見た目もバンバン変えるべきだし、何か病気があるんだったらそれはどんどんこう切除してって改造していくべきだし、移植とかもバンバンするべきだし、肌にシミがあるんだったらそれもなんかバンバン手術をして綺麗な肌にするべきだしっていう、なんかその無限にお金を使って体を改造するのが正しいという価値観を認めて過半数の人間が幸せになれるかっていうと結構微妙だと思うんですよね。金持ちは別にいいんですよ、バンバン金使って幸せになりました、はい OK です。でもそれって手術ができない人は不幸だよねっていう価値観を作るわけじゃないですか。手術ができた私は幸せ、でも手術ができなかった僕は不幸っていう、生物としてのありのままを受け入れて、ありのままの自分が楽しいよね、ありのままの自分が幸せだよねっていう、ありのままを受け入れるという価値観にすべきだと思うんですよ。で僕はその L とか G とか B の人っていうのは見た目がおっさんでも男の子が好きですっていうのは別に僕同意のもとに恋愛するのであれば同性同士好きにすればいいんじゃないのって話で、見た目がおっさんだけど男が好きっていう人をじゃあそういう人なんですねって受け止めるは僕はありのまま受け止めるだと思ってるんですよ。女性のその遺伝子で生まれてきてでも女性が好きなんですって、ああそうなんですか、そうっすね、ふーんっていう話で、なんでそれが僕ありのまま受け止めるであって、生物学的なありのままを受け止めないっていう、あ私はこれじゃないんだ、なので手術をして変えますっていうのが正しいという価値観はどうなのかなっていう、なのでちょっとだから宗教って性転換を受け入れてる宗教って僕が知る限りほとんどないんですよ。でまあキリスト教がようやくゲイを受け入れるようにはなったんですけど、でも性転換までは確か受け入れてないと思うんですよね。宗教、まあ宗教的な古臭い考えが古臭いから正しいというわけではないんですけど、ある種その生物として長期的に生きていく上で効率的な知恵というのが宗教という考え方によって集約されているのであれば、そこから離れた人たちというのは最大多数の最大幸福を達成できなくなっているのではないかっていう、なので結局その宗教から離れた人たちがあんまり幸せになってないというのを見ると、子どもの自殺が多いとか日本人自殺多いよねとか、先進国で宗教がない国の人ほど自殺が多いんですよね。キリスト教とか自殺しちゃダメだよって言ってると国なの宗教なので、キリスト教徒って基本的にあんまり自殺しないんですけど、なのでなんか宗教から離れていけば離れていくほど人は割と不幸になっていくというのが現実としては観察されているので、宗教みたいなどうでもいいことに縛られて豚肉食えねえとか牛食えねえとかってなんかおかしくねえとかと思ってたんだけど、でもなんかそういう宗教的なものというのを信じるということは結果として多くの最大多数の最大幸福を達成させる価値観なのではないかなというふうに最近の僕は考えています。だからこれがねなんかねこうなんだよって断言できるほどの根拠はないんですけど、なので反論があれば反論聞きたいです。むしろ伝統仏教は僕も割と伝統仏教好きなんですけど、仏教って他の、まあ、キリスト教とかイスラム教とかって一神教なので他の宗教認めないんですけど、仏教って他の宗教結構どうでもよく受け入れるんですよ。で日本って神教っていう宗教がもともとあったんですけど、で七福神って言われるところの国の神様とか毘沙門天とかが、毘沙門天がカーリーだったかな、女の人がビシュヌで
大黒天とかが誰だっけ、要するにあの至福神って言われてる人って大体あのヒンズー教の神様だったりするんですよね。っていう感じで他の宗教もそのまま受け入れてしまうっていう謎の宗教なんですよ、神教って。仏教も他の宗教気にしないっていうのがあるので、なのでそんな感じで他の宗教も好きにすればいいんじゃないのっていう、そこら辺のあのね、どうでもいいゆるさが僕は割と好きだったりするので、なのでそういう意味でどちらかというと昔ながらの神教だったり仏教だったり一神教じゃない多神教の宗教の方が人を幸せにする割合は高いんじゃないかなというもの。ビール教の人もいますね。宗教に入っててもお金には執着するのだ。もちろんお金の執着自体は変わらないんですけど、ただお金がなかったとしても幸せだよねっていうのを自分も周りも受け入れる価値観を持っているということが大事なんですよ。別にお金がなくても暮らせるわっていうほどの強さが手に入れられるわけじゃないんですけど、でもなんか宗教的にきちんと生活をしていって家族もいて、死ぬ時に周りが家族が囲んでくれて死にました、でも貧乏だったけどでも楽しかったよねっていうのを、いやあのおじいちゃんなんか幸せそうでよかったよね貧乏だったけどっていうのって、多分宗教じゃないとみんなが同意できないんですよ。俺は貧乏で幸せなんだって言ってても、いやそれ負け惜しみじゃねえのっていうのがやっぱ資本主義教の人は思っちゃうんですよね。なのでお金がなくてもあった方がいいよねはみんなそうなんですけど、なくてもなんか幸せであることというのを結構みんなが同意してくれるというのはやっぱり宗教があるからではないかなと思うので、だからみんな宗教に入れというつもりはないんですけど、ただなんか宗教というものの大事さというのはもうちょっと再認識されてもいいのではないかなと最近は思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。